海辺ミミンクは食肉目で最大のイタチ化に属し、北米の東海岸に生息していたミンクの近年の全滅種。ミンクに最も近縁だったが、海辺ミミンクはアメリカミンクの足とみなされるべきか独自の種とみなされるべきかどうかについての議論が続いている。別種とされる主な理由は2種のミンクの間の体長の違いだが、赤い毛皮のような他の特徴でも区別される。 唯一知られている以外はアメリカ先住民の貝塚から出土した骨片のみである。実際の体調は主に残された歯に基づいた推測値である。海辺ミミンクは絶滅後の1903年に初めて記述された。外観や習慣に関する情報は推測や毛川商人やアメリカ先住民が作成した記録からのものである。アメリカミンクより 海生の傾向が強いが、似た行動をしていた可能性があり、おそらく縄張りを維持し、タフタ再生で同じような食生活をしていたということになる。おそらく、ニューイングランドと沿海州の海岸に生息していたと思われるが、最終表記にはさらに南化していたかもしれない。逆に、その生息域は、ニューイングランド沿岸、特に、 メイン湾かその近くの島々だけに限定されていたのかもしれない。ミンクの中で最大の海辺ミ,ミンクは、毛皮商人に好まれ、19世紀後半から20世紀、初頭に絶滅した。禁煙種のアメリカミンク海辺ミ,ミンクは、絶滅後の1903年に、医学博士で、超類学者のダニエル・ウェーブスター・アプレンティスによって、アメリカミンクとは異なるルトリアラ・マクリドンとして、初めて記述された。 プレンティスはニューイングランドのアメリカ先住民の貝塚から回収された頭蓋骨の断片に基づいて記述している。海辺ミミンクの遺体はそのほとんどが頭蓋骨の断片であるが完全な標本は発見されていない。海辺ミミンクが独立種なのかそれともアメリカミンクの亜種なのかについては議論が起きている。海辺ミミンクは亜種であると主張する人たちは しばしばニオビソン・バイソン・マクリドンと呼んでいる。1911年にアメリカの古生物学者、フレデリック・ブルースター・ルーミスが行った研究では、アメリカミンクとウミベミンクの違いはあまりにも微細で、後者を別種として分類するには、不十分であると結論付け、ルトリアラ・バイソンはアンティキスと命名した。ミードラによる2000年の研究では、最大のウミベミンクの標本の大きさの範囲は、 アメリカミンクのそれを超えており、それによって別の種になっていると主張し、ルーミスに反論した。しかし、グレーアムによる2001年の研究では、この大きさの違いは海辺ミ,ミンクを独自の種として分類するには不十分であり、アッシュとみなすべきだと結論付けた。グレーアムは、この大きさの違いは環境要因によるものではないかと推測した。さらに、 ミードは小型のミンクをアメリカミンクとし、アメリカミンクの範囲以外の大型のミンクを海辺ミンクとしていたと報告しているが、これは全ての標本が海辺ミンクであり、大型のものをオス、小型のものをメスとする性的二型性の場合であった可能性がある。2007年の研究では、海辺ミンクとアメリカミンクの歯型を比較し、両者は2つの別種とみなすのに、 十分な違いがあると結論づけている。ミンクの分類は2000年に改定され、その結果、海辺ミ,ミンクとアメリカミンクのみを含むミンク属が新設された。以前は、両方のミンクが、イタチ属に分類されていた。種名のマクリドンは、大きな葉を意味する。海辺ミ,ミンクは、別種ではないと主張する、動物学者のリチャード・マンビルによると、その近縁の亜種は同じく、 ニューイングランド地方に生息するコモンミンクであるという。海辺ミンクを買った毛皮商人たちは、この種にウォーター・マートン、レッド・オーター、フィッシャー・キャットなどの様々な名前を付けた。おそらくこの種の最初の記述は、1500年代後半にハンフリー・ギルバート卿が、グレーハウンドのような魚としたのが始まりで、これは海への神話性と、グレーハウンドに似た体型と歩き方に言及したもので。 ある。フィッシャーは、毛皮商人の間では、フィッシャーとしても知られていた海辺ミンクと間違えて、識別されたことから、その名がついた可能性がある。アベナ貴族のインディアンは、濡れたものを意味する、マウスピスーと呼んでいた。本種は、常に毛皮商人によって海岸近くで発見されたので、シーミンクと名付けられ、その後、アメリカミンクはしばしばウッドミンクと呼ばれていた。 海辺ミミンクは19世紀後半から20世紀初頭に絶滅するまでニューイングランドや沿海周西南端の海岸周辺の岩場に生息していた海洋哺乳類である。ほとんどの海辺ミミンクの遺外はメイン湾岸で発掘されている。一時はコネチカット州やロードアイランド州にも生息していたと推測されているが一般的には メイン湾内のファンディ湾沿岸で捕獲されており、以前はノバスコシア州南西岸にも生息していたと言われている。異常に大きなミンクの毛皮がノバスコシア州から定期的に採取されているという報告があった。マサチューセッツ州ミドルボローで出土した標本の骨は、潮水域から 19km 離れたところにあり、約4300プラスマイナス300年前のものと、 年代測定されている。海辺民区は川を遡上してこの地域に到達したのかもしれないし、ネイティブアメリカンがこの地域に連れてきたのかもしれない。メイン州のカスコ湾とマサチューセッツ州南東部の間では他の民区の遺体が発見されていないため、後者の可能性が高い。カナダでも海辺民区の骨が出土しているが、メイン湾からアメリカ先住民によって運ばれてきた可能性がある。 メイン州のダウンイースト地域の険しい海岸線は彼らの生息域の最北端を決める障壁となった可能性がある。ミードはアメリカミンクだけが本土に生息し海辺ミ,ミンクは海岸沖の島々に限り生息していたと結論づけた。もしこれが事実ならば本土で発見された全ての遺体は運ばれてきたことになる。グレーアムはこの仮説に異議を唱え、 すべての海辺民区の標本が一つの個体群に由来するとは考えにくいと述べた。12000年前の最終表記には海辺民区の生息域はメイン湾の南側に広がっていたかもしれない。当時のメイン州は氷河に覆われていたため、そこで進化した可能性もあるが、最古の標本は約5000年前のものである。あるいは最終表記の後に進化し、 新しい生態系のニッチを埋めたのかもしれない。シーミンクの上顎の締烈とアメリカンミンクの締烈、海辺ミ,ミンクは断片的な遺体からしか記述されていないため、その外観や行動は十分に文書化されていない。その禁煙種や毛皮商人やアメリカ先住民の記述から、この動物の外観と生態学的な役割についての一般的な考えが得られている。ニューイングランド。 大西洋カナダ地域のネイティブアメリカンの記録によると、海辺ミ,ミンクはアメリカミンクよりも太った体をしていたと報告されている。海辺ミ,ミンクは独特の魚臭い匂いを発し、毛皮はアメリカミンクよりも荒くて赤いと言われている。博物学者のジョゼフ・バンクスは1776年にベルアイル海峡で本種に遭遇し、狐より少し大きく、足が長く、尻尾が長く、 先細りで、グレーハウンドに似ていると表現している。ウミベミンクは、ミンクの中で最大のものであった。ウミベミンクの骨格の断片的な異物しか存在しないため、その外形寸法のほとんどは推測であり、歯の測定値だけに頼っている。1929年、野生動物作家であるアーネスト・トンプソン・シートンは、この動物の推定寸法は、頭から、 尾まで9 1 4トルで、尾の長さは2 5 4トルであると結論付けた。1894年にコネチカット州で採集された海辺ミ,ベミンクの標本は頭から尾まで7 2トル尾の長さは2 5 4トルであった。1996年の研究ではこの個体は大型のアメリカミンクか雑種の可能性があるとされている。 紐は、ビブと後足が最も濃く、前腕の間に5.5センチメートルの白い、反転があった。左前腕と素形部にも白い反転があった。模式標本の頭蓋骨の口外側面模式標本は、1897年に、生物学者のプレンティスとフレデリック・トゥルーが、メインシューブルックリンで採取したもので、上顎骨、尾骨の一部と、口外からなる。 郊外の右側の歯は完全に残り、左側には数本の摂氏と一本の小球子が残る。剣歯が欠けている以外はすべて良好な状態である。アラスケンミンクの最後の摂氏から第一、第九子までの平均距離が2.8センチメートルであるのに対し、本種は3センチメートルであることから、アラスケンミンクよりも大きいことがわかる。尾骨の隆起は鈍く、歯は 歯肉との角度がコモンミンクよりも鋭くなっている。これらのミンクは大きくがっしりしており、低い市場量と短く広いアト眼下突起を持っていた。事実、頭蓋骨の最も顕著な特徴は、その大きさであり、他のミンク種よりも明らかに大きく、広いロストラム、大きな鼻孔開口部、大きな前眼科窓、大きな歯を持っていた。 アメリカミンクの中で現存する最大の亜種であるアラスケンミンクはメインワンに生息環境が似ているアラスカのアレキサンダー諸島に生息していることからこの大型化は沿岸環境に対応したものと考えられる。ミードは本種の生息域は沿岸の島々に限られていると結論付けその大きさは当初巨大化によるものではないかと示唆したイタチアカのほとんどべての種が 性的二型性を示すので、オスのウミベミンクは、メスのウミベミンクよりも大きかったのだろう。ウミベミンクの広いカーナシャルティースと鈍いカーナシャル、ブレードは、硬い貝殻をアメリカミンクの歯よりもよく粉砕していたことを示唆している。ウミベミンクはメイン湾の長官体の捕食者だった。海洋性哺乳類の種は、生態系の中で大きな役割を果たすことが多いため、ウミベミンクは、 超艦隊の重要な捕食者でああった可能性がある。海辺ミミンクの食生活は、アメリカミンクに似て、海鳥やその卵、体の硬い海洋無脊椎動物を高い割合で食べていたのかもしれない。毛皮商人の報告によると、海辺ミミンクの巣は2つの入り口があり、波によって積み上げられた岩の中に作られていたという。巣の周辺では、角長カジカとオーシャンパウトの遺体が、 最も多く、庭のウ欧マイ米マイも餌の一つだったと報告されている。魚介類を中心とした食生活をしていたために体が大きくなったのかもしれない。毛川商人によると海辺ミ,ミンクは夜行性で昼間は洞窟や岩の隙間に住んでいたという。アメリカミンクと海辺ミ,ミンクの生息域は重複していたため互いに交配していた可能性がある。海辺ミ,ミンクは 沿岸海域に生息する真の海洋種ではないが、他のイタ地上化の種と比較して、非常に水生性,性が強く、カワウソに次いでこの分類群の中で最も水生性,性の高い種である。他のミンクと同じように、個々の海辺ミンクは縄張りを維持していた可能性があり、オスの方が大きく、より多くの食料を必要としていたので、オスはより大きな縄張りを主張していたのかもしれない。同様に、 サイズが大きかったため、オスはメスよりも大きな獲物を狙うことができ、交尾機にはメスを守らなければならなかったかもしれない。他のイタチのように、ウミベミンクは、おそらく両性が、複数の個体と交尾する、タフタ再生だった。メインの貝イズかウミベミンクは、体長が大きいために、毛皮商人によって追求された。そのため、内陸部に住むミンクの他の種よりも好まれていた。 毛川貿易の規制がなかったことは、最終的に1860年から1920年の間に起こったと考えられている絶滅につながった。1860年以降、海辺民区は滅多に見られなくなった。海辺民区の最後の2つの殺害記録は、1880年のメイン州。 ジョーンズポート付近でなされたものと1894年のニューブランズウィック州カンポベロ島でなされたものであるが1894年の記録は大型のアメリカミンクを誤認したものと推測されている。毛川商人は海辺ミンクを捕まえるために罠を仕掛けたり犬を使って追いかけたりしていたが捕まることはほとんどなかった。海辺ミンクが岩棚の 小さな穴に逃げ込んだ場合は、シャベルやバールを使って漁師が掘り出した。漁師の手の届かないところにいた場合は、撃たれて、鉄の棒の先に、ネジがついているものを使って回収された。隠れていた場合は、燻製にして、窒息死させた。ミンクの夜行性の行動は、昼間に狩りをする、毛皮商人の圧力が原因だったのかもしれない。 海塚で発見された脳の遺骨は骨折しており、多くの骨には切り傷が見られることから、アメリカ先住民は食料を求めて海辺民ク狩りをしていたのではないかと推測され、おそらくは交換や儀式のためにも狩りをしていたのではないかと考えられている。ペノブスコット1の海塚の遺物を調査してある研究では、海辺民クの頭蓋骨が無傷で、 他の動物よりも多く発見されていることが報告されており、特別にそこに置かれていたことを示唆している。メスよりもオスの方が多く採集されていた。ありがとうございます。